もうなんかね、めっちゃ楽しかったですね。皆さん見られた方いますか？もうこんばんは、素晴らしいステージでした、ありがとうございます寒くなった、そうね、今日めっちゃ寒くてさ手が震えてたフ2泊3日の遠征ヘトヘトでしたお疲れ様です。そうね、確かに遠征はきついよね私もねホテルとか泊まるときいつもはーってなっちゃうたくさん公演も覚えてた、大変な期間だったねってでもね、無事乗り越えられたのでよかったです、ありがとうございます。ここちゃん、亀子さんの写真どれ見ても絵になっててすげーってなってたよ嬉しい、それは。皆さんありがとうございます、撮っていただいて。ちょっと今あれ学校終わりなんですけど、ちょっとパパパってあの写真とか見ました本当にありがとうございます、たくさん撮ってもらってもう感謝しかないちょっといつかツイッターにもあげたいと思うので、ちょっと皆さん本当にありがとうございます楽しかったコンサート。こんにちは、こんにちは、こんばんは、ココハヤッホーって、ヤッホー、イエーイこんばんは、こんばんは。はるたんことはるか先生に会えましたか？めっちゃ好きらしいですよ。あ、そう、はるたんさんがあのそう、インスタの書いてくださったんです、私のことを。めっちゃ嬉しかったです。あの、会いました、裏で。はい、で、なんかたくさんいろんな話したんですけど、もうね、チェインオブラブのあの振りを教えてもらいましたそう、めちゃくちゃ優しくてなんか勉強になりましたそう、嬉しかったです、本当にチェインオブラブ継承したね、そう、マリアさんから継承させていただきました。ね、継承ってね、私はじめ継承の意味がよくわからなくて、なんだろうと思った、なんかつなぐみたいな、そう、受け継ぐみたいなことだったので、そう、マリアさんから女神の継承をいただきました。でもね、本当にマリアさんは本当にすごい人だからさ、私なんかができるのかなって思ってたんですけど、だからこれからも頑張りたいと思います本当にね、そう、いっぱい公演出てね、マリアさんみたいになりたいですチェインオブラブのジャンプすごかったあ、そう、私もそれ見ました、なんか誰かが縮小したやつで、あ、私だけめっちゃ飛んでるみたいな写真があってびっくりしました。大人列車のターン最高だったよ、ありがとうございます。そう、大人列車で 26?28? そう、26です。26日の6曲でバグっていいじゃんと大人列車を披露させてもらったんですけど、そう、大人列車をセンターさせていただいて、一人でターンするとこがあるんですけどそこめっちゃ緊張しました。あとね、一人で歌うとこがあったんですよ、はじめに、うーく起きたし、そこもめちゃくちゃ緊張して、もう、はい、緊張して、もう自分の声が聞けないです、ちょっとまだ恥ずかしい絶対さ、声が震えてるの、ちょっともうね、なんか家でいっぱい練習したんだけどやっぱり難しかったです。そう
専用オブラブ何回見ても泣いてしまうんですがどうしましょう。いっぱい泣いてください。嬉しいです、そんなこと言ってくれて。感動したってことですか。嬉しい。ありがとうございます。マリコココンビの2人だけでステージ立ってるの泣けた。みんな泣いてる、すごい感動するよね。私もね、その曲とかハルザンさんの動画とか見たら、あーもう素敵って泣きそうになります。そう、すごく素敵な曲でさ、踊れて本当に素敵でした。韓国人の知り合いのお宅が亀戸籍でたくさん取ってきてくれたのよ。嬉しい。ありがとうございます。そう、写真ね本当にいっぱい撮ってくださってありがとうございます。嬉しいです。そうだね、本当に、ね、全部こそめっちゃ良くてさ、もうめっちゃさ綺麗に撮ってくれるからさ、皆さん撮ってくださるから、もう本当にあーってこれが私とか思いながら見てます、いつも。そう、めっちゃありがとうございます皆さん。コンサートでまた輝きを増して好きが溢れた、わん。ありがとうございます。皆さん好きになってください。大人列車出だし最高でした。あ、よかった、ありがとうございます。ねねさん、動き出した車輪だから大丈夫って、私は車輪って言いました。そう、でもね確かに緊張したらね車輪とか言いそうになります。そう、リハでね、あの大人列車のリハーサルでの声生で歌ったんですけど、なんかめっちゃリハーサルの時に失敗しちゃって、もう、あ、もう私無理だみたいな感じで、本当にメイク中とか、あ、もうそれだけが緊張で、まあ、他も緊張したんですけど、うん。そう、あ、もうリハで失敗したから無理とか思いながら、なんか失敗したっていうか、なんか思ってた声と、なんか本当に、うん、難しかったです。なんか外しちゃったみたいな、声も震えてたし、だからね本番もできてたかわからないけど、リハがね失敗しちゃったから、本番はリハよりか良くなってたと思います。はじめまして、 COL です。好きになりました。あ、チェンヨ。ありがとうございます。嬉しいです。はじめまして。なんか緊張した。私のことを見つけてくださってありがとうございます。ね、これからも頑張りますので。嬉しいな。前メールに書いていた、まだ言えないことって継承のこと？あ、いや継承のことも含んでるんですけど、まだです、秘密です。そうね、まだね、ちょっとまだ私には秘密があって。なんかいつか公開されると思う、公開？そう、うん、知ると思うので、ちょっとまだごめんなさい皆さん。こうちゃんが幸せそうで、こっちも幸せになる。わー、ありがとうございます。そう、もう皆さんが幸せになってくれることを願うばかりですね。3日連続でこうちゃんに会えて嬉しかったし、めちゃくちゃ楽しかった。よかったね、楽しかったね、楽しかったです本当に。本当に皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。そうね、3日もね、3日間26日はコンサート福岡市民館からで、なんだっけ、あの
違う、ニコ生放送27日、28日、27日かで、28がサンパレスさんでコンサートしました。すごいね、今考えたらめちゃくちゃハードだよね、スケジュールがでもよくみんな頑張りましたよかったですね。最近めちゃくちゃさ忙しくて、ショールームもできなくてちょっと申し訳なかった今日ね、ちょっと今日は絶対したいなと思ってたからよかったですダブルアンコールの B さんもよかった。そう、ダブルアンコールで B さんをさせていただきました。そう、あのね、ポジションがアキさんのそうところでめっちゃそう、いいポジションをいただいたので、もう本当にできるかなって不安になってました。本当にザワちゃんとね、こう初めにこう回らせるんですけど、なんかね本当にもう私見えましたかすごくね緊張しました。そこもめちゃくちゃ緊張して、そう一番最後だったからねすごい。でもなんか衣装も初めて着たんですけど、そう本家の衣装で、本家ってかね、その曲の衣装で、本当の衣装で、めっちゃもうなんか なんて言うんだろう、そう感じられないことを思いましたすごい楽しかったですね。めっちゃ緊張した、多分もう緊張しましたね。そう、 B さんはさ最近出た曲だからさ、なんか振りとかもね、私結構間違ってて、その今回修正したのでそうなんです。めっちゃん？なんて言うんだろう、そうでも選抜の皆さんとか先輩からたくさん教えてもらったので、アキさんからもポジションが、私がアキさんのポジションだから、こうなんかこういうとことかこうやってするんだよとかいっぱい教えてもらったので、はい頑張りましたそうめっちゃ緊張した、もう全部緊張したコンサートで着れて嬉しかった衣装は、そうですね、でもね B さんの衣装が一番嬉しかったかも。写真もね撮れて嬉しかったです。あとね、でも全部嬉しかったです。本当に衣装本当に可愛いし、全部嬉しかったですココハ一番だよ本当に一番ありがとうあ、今が一番、今思い出しました、今が一番辛い坂道もね、6期曲で、6期曲というか6期生で披露させていただきましためっちゃね、あの曲本当に好きなんですよ。なんかめっちゃ歌詞が好きすごく楽しかった。 B さんの衣装は誰の？あ、 B さんの衣装は葵さんです。そう、葵さんのを着させていただきましたそう、葵さんがね卒業発表しちゃって、もう悲しかったです。うん、でもリトチャームでもあれいっぱい教えてもらったり、他のところでもたくさんお話ししたり、相談にね乗ってくださったりいっぱいしてくださったので、なんかもう信じられないって思いました。うん、そう、まだ実感がない。でもさ、まだ夏だよね、夏まで結構、でも
結構歩いてても多分すぐあっという間になっちゃうんだけどさ、悲しいけど最後まで思い出作りたいです。本当に悲しい。ね、葵さんの衣装も着れて嬉しかったですそうね、え、もしかしたら着るのがさ、本当に葵さんの衣装を着るのがさ、そんなにない、そんなにないってかないからさ、初めて最後だったのかもしれないし、いいさんねまた着れるように頑張ります袖で先輩が温かい目で見てたねえ、それ隣横見たらさ、こういう時にね横見たらいるからちょっと恥ずかしかったコンサート楽しかった？楽しかったです。もう本当にありがたいことに楽しすぎてね、いっぱい余韻ですよね、もう皆さんめっちゃ楽しかった。ココハちゃん可愛かった、ありがとうありがとうございます。皆さん28日にココちゃんのパフォーマンスを見て好きになりました。わあ嬉しい、来てくれてありがとうございます。嬉しいです、パフォーマンス見て好きになってくれたって見てくれる、すごく嬉しいですめちゃくちゃ嬉しい、どうしようフフ今が一番は渋いちゃんわちゃわちゃ、よかった。あね、そう今が一番で、なんか渋いちゃんとね、あれいっぱいなんか2人で遊ぶところがあって、何でもいいよって、自由にね、だからねすることがねギリギリまで思いつかなくて、初めはねなんか手両手つないでぐるぐる回ろうって書いてたんだけど、ちょっともうちょっと楽しいのしたいなってなって、なんかバレリーナとかしてましたこうやってくるくるって、ぜひよかったら見てくださいフ新公演どっちに出てみたい？ああそう、新公演がね発表されましたね。どっちに出てみたい？でもどっちも出たいです私は欲張りじゃん、なんかはい、もう全部を制覇したいですねでも楽しそうだった、どっちもすごい、なんかなんて言うんだろう、楽しそうだったそうだからどっちも出てみたいです。いつか出るときはぜひ見てくださいん、どの曲が一番難しかった？そうですね、で私が一番難しかったのは 3-2 でした。あれがねめっちゃ難しかったです。あのニコ生でもお話ししたんですけど、なんかロッキーが 3-2 が踊れなさすぎて、そう初めになんか一回練習なんか自分で覚えて先生に見てもらうみたいな感じなんですけど、そうでなんか踊れなさすぎたっていうか揃ってなさすぎた、なんかできてなさすぎたから次までになんか仕上げてこないともう出させないみたいな言われちゃって最低にねがね難しくてね、だから本当にみんな一生懸命頑張って、あれさえさんとかにも教えていただいて無事に出ることができました本当にめっちゃなんか難しい、あの覚えづらいっていうか、なんかねマイク本当はあれヘッドマイクだからヘッドセットだから両手で踊るんですけど、今回はマイクを持ってたのでなんか新しくマイクバージョンを下野さんから教えてもらったのでそっちバージョンを覚えたんですけど、
マイクバージョンってのが難しくて、そう難しかったです。でも覚えたら、踊ったら本当に楽しい。覚えたら、覚えるまでがね難しいよね。そう、三弾には揃わないと綺麗に見えないよね。そう、確かにそうなんですよ。だからやっぱめっちゃ綺麗に頑張りました。どうでした、揃ってたかな蔡さん教えるの上手そう。めちゃくちゃ上手でした優しくて、そうね、でもみんな頑張りました。最後に頑張った、ね、いっぱい頑張った多分。そう、難しいよね、難しいんですよ。ニコ生ツンデレ見たかったです、楽しみに待ってますね。あ、ありがとうニコ生でね、本当はカラオケでツンデレしたかったんですけど、その時間のね、時間がなくなっちゃって、だから今度皆さんにショールームとかでしたいねって言ってるけど、まだわかんない。動画撮ってさ、ツイッターとかにあげるかも、まだ決めてないけど楽しみにしてね。今度の K4 の新公演、ここてん、ここちゃんって天使ちゃん公演ってことやねなんかはいなんかお母さんもその話してて、え、あら、なんかここって入ってるからさ、名前がそっちたんそう言ってた、なんかそう、ここちゃんって天使ちゃんって公演、天使かな私嬉しい、それは。歌うまくなりたいな私。そう、歌がね本当になんか、なんて言うんだろう、歌え、ね、練習したい。あ、今度さカラオケとかしたいです。ショールーム、そういつも言ってるんだけどね、忘れちゃうねココハちゃんはめ劇場の女神になれるよ、頑張ります。そう、受け継いじゃったから、あとは頑張るのみ。そうね、いっぱい頑張りますあ、ロッキーのみんなパフォーマンスのクオリティ高くてびっくりした。嬉しい、ありがとうございます6期生でね、いっぱいね練習して集まったりね、自主練とかね、みんなで頑張ったから。そう、なんかね6期の曲4曲あって、結構そういただいたので4キック、それをめっちゃ揃える、揃えました揃えるね、揃えるっていうか元気に今が一番とか、あ、初恋バタフライもあって、ででん、初恋はバタフライ、そう、とっても嬉しかった、ね、踊りたい曲がたくさんあってさ、すごい嬉しかったです。チーム H の声も出てほしいな。そうです、私も出たいです。そう、うん、ね、公演が新しくなる前に出れたらいいなって思ってます。そうだからね、覚えないと頑張りますでもさ、一旦コンサートが一旦ね最後まで終了したから、あと覚える時間はいっぱいあると思うので頑張ります子ちゃんは公演出演2000回するしかない2000回はすごい、いけるか、何年いるんだろうね頑張ります。2000回、バクっていいじゃんのジャンプ揃えるの大変だったらしいね。そう、めっちゃあれが一番大変だったかもしれない。なんか
バグっていいじゃんってなんかジャンの時に飛ぶんですけど、なんか揃わなくて、でもコツはそう、皆さんがねもし踊る時はのコツがあるんですよ。ちょっと教えますね。バグってでしたらいいで縮こまるんですよ。バグっていいじゃんでジャンで飛ぶっていう感じです。皆さんもやってみてください。初恋バタフライ、奈々ちゃんと蝶のように降りてきて本当の蝶みたいだったねありがとうございます。そう、初恋バタフライで、まあね、初恋バタフライって蝶々のような曲、バタフライって蝶ですよね。バタフライって、うん、蝶の英語だよね。だから蝶みたいにもう華麗に踊りました。下野さんが約1100回、すごいですよね。2000回って 倍ですね。できるのかないや頑張ります。そうね、いっぱい公演を覚えるしかないですよね。え、リチャキジャンの時に着地って言いよったよ。え、バグっていいじゃん。え、もうジャン、わかんない、なんでだろう。ジャンでジャンプですよ多分あ、よかった、俺と同じタイミングだってよかったよかった。皆さんもね、あの難しいんですよ意外と。なんか前バグっていいじゃん、マネージャーさんがから揃ってないって言われたから、まあ、いっぱい練習したんですけど、マネージャーさんもロッキーのね、なんかこのバグっていいじゃんのジャンプをちょっと私もできるかなみたいな感じでなんかちょっと一人で練習してました。面白かった。そしたら意外と難しいねって言われたからそうなんですよ、面白かったです。いいで飛ばないとジャンで降りれない。確かにバグっていいじゃんってなっちゃう面白いです。そう、ガガガガ、大人列車のこのポーズって私の国大音のポーズなんですよ。知ってましたか。テレテレペン、すごい嬉しかったです私のポーズこれって決まってるのかな、わかんないけど、こうね、こういうポーズにしました。あ、知ってた？やった知ってたのね。愛知の安全第一もそれって、確かに、あ、同じだった。まあいいやお揃いなので嬉しいですさかやもえかちゃん、前おやまさんの身長を抜かすのはいつぐらいになるんでしょうか。でもね、聞いてください皆さん、私身長最近全然変わらなくて、もうダメかもしれない。もうなんか本当に伸びてなくて、1センチぐらいしか伸びてない本当に。あ、諦めないでありがとう妹には抜かされてない？もう抜かされちゃった2人とも、もう全員ダメ、もう終わっちゃった本当に伸びてない、もう泣いちゃう。頑張ってください、ありがとうまだまだ大丈夫だ、よかった。まだね、中3だもんね、私とまだ中3なのよ。くるちゃんとどっちが身長高いの？なんか私の方がちょっと高かったような気がするけど、なんかね、靴履いてるからわからないの、靴の中ないとわからないんだけど、なんだっけ、いつ劇場公演の時に私だけ靴履いてた時はくるみさんを見下ろせました、こうやって
ちょっとうちが高かったから嬉しかった。まあ頑張ります。そうちょっとね靴でも持ってね高くなりたいな。マリアちゃんと同じヤクルト継承や。あ、今日ヤクルト朝飲んだだから伸びるかも。大丈夫かな、毎日飲めばねいける。お芋ちゃんよりか高いんやっけ。多分高いと思います。わかんない。なんかね前恋愛禁止条例の時の背比べみたいな、じゃあ振りでねなんか背中合わせる時があったんですけど、後からこの写真のとこ見たらちょっと私が立ってたかなって思ってます。わかんない、もしかしたら違うかも。でもちょっと高いと、まあね、気がちょっと高いかもしれない。気持ちでちょっと高くなってるかも。そうです。妹と年近いの。そうですね、妹ね小学生、小学5小と中1個下、中2です。だからね、まあ、中2は近いからさ、まあ、抜かされてもまあ仕方ないと思うかもけど、小5に抜かされたはちょっとやばいかも。さすがに、うん、さすがにやばい。でも伸びないんだもん、仕方ないじゃんね。クルタンは絶対認めなさそう。いや私はクルミさんよりも背が高いので多分そう、ね、いつもね飲みたい飲みたい言ってるんだけど飲みないのよね。まあさんの家行って何を食べてるのかチェックすると大きくなるかも。確かに毎日食べ物を一緒にしたらいけるのかもしれない、マリアさんのね家に行って。それはやってみたい、やってみたいというか飲みたいです。はい、ニコ生で尊敬する先輩誰書きましたか。誰か書いたと思いますか。なんかね3人書けた、3人書けました。そう、なんか何人までもいいよって、あ3人か3人までいいよって言われたから書きました。今ファンデーションつけてますか。スピンです。ちょっとめっちゃ学校終わりのボサボサ髪です。そう、ユイナと、あ同い年、確かに私の妹ユイナと同い年だ。ユイナがちっちゃすぎるのかな。じゃあ妹はもうでかいんだもん、こんくらい。なんでだろう、なんかユーナと同い年に見えない。もうユーナはもう小1でもいける、うん、ランドセル持って入学式してもいけるよ。もう逆に妹は中3でもいけるかも。でもね顔はねまだね子供っぽくて可愛いんだよ。身長がね大きい。パフォーマンスは誰よりも大きく見える、ココちゃん。あ嬉しい。ほらちっちゃい分さ大きくね、誰よりもさ腕伸ばさないと見えないじゃん。そう腕が長ければもっと大きく見えるかも。でも大きく見えるように頑張ります。ココちゃん夜は早く寝てる。うん寝てる。昨日ね11時くらい寝たよ。早いのかな、多分早い。あ、そっか、尊敬した先輩、尊敬する先輩、一人はねねちゃんだよね。そう、ねねさん書きました。ねねさんのなんか LINE かな。私でもそれはねねさんに送ったわけじゃなくてマネージャーさんに送ったんですけど、なんか誰かがマネージャーさんかな、なんか流出してました。びっくりした。そう、ねねさん尊敬してます。あとなこさんとくるみさんって書けました。
3人でも本当はいっぱいいるんですけど3人までだったので皆さん尊敬します。そう流出しちゃったのちょっと恥ずかしい。そう、ココちゃんは何人兄弟の何番目なんですか？長女です。3人兄弟の長女。そう、お姉さんに見えますよね。そう、でも見えるって言われる時もある、結構。おでん食べましたか？何が好き？今年ね、おでん食べましたよ。結構前に。大根と卵が大好き。うん。食べた。美味しかった。ね、今日めっちゃ寒くてさ、手がさ、赤くてさ、寒すぎました。ね、皆さんおでん食べる時期だよね。ちゃん付けで呼んでる先輩いますか？ちゃん付け、まるちゃんとか。でもね、実際言えてない。あといおりちゃん、いおりさんとね、あ、いおりさんじゃない、いおりちゃん、いおりちゃんとね、めっちゃ仲良くなりました。そう、なんかね、制服の目もね、一緒にいたり、恋愛禁止の時も、あ、条例のね、 T2 の声の時も一緒に出たのでめっちゃ安心感ありました。そう、もうお姉さんみたい。そう、あとゆうきさんもね、一緒にいてね、年金の時にめっちゃ心強かったです。先輩には甘えたりする？わかんない。甘えてるのかな。でもお話するの楽しいからいっぱいお話してます。そう、最近緊張せずに話せるようになったんですよ。ロッキーの中だとちょうど真ん中の世代よね。そうね、中学生って真ん中だよね。高校を小学生だ、中学生。確かに私はお姉ちゃんでもなく子供でもない。ん、明日の最高気温が0度だった。え、0度？0度なんてもう冬じゃないですか。あ、冬？もう冬か。あ、違う、明日から12月だ。やばい、明日31？やばい、もう12月。やばい、もう私卒業しちゃう、中学校が。悲しい。まだ12月なんてやばいです。今日ね、13度でしたよ、多分言ってた友達が。やばいですね、クリスマスじゃん。確かにやばいです、寒いです。まあさんって呼ぶようにざわちゃんと話されとった。マリアさんが、そう、マリアさんは、そう、マリアさんって言ってしまう。まあさんって呼んでって言われて、なんかまあさんって呼んでる人数が少ないらしいんですよね。で、多分4番目ぐらいに呼ぶ人なんですけど、でもマリアさんって言ってしまう。今日からまあさんって言います。来年の JK 楽しみですか？楽しみ。 JK だよ私。やばい、高校生ってすごい。高校1年生の、あ、じゃあさ、初めの自己紹介の時に、あれ、本当は今まで中学3年生って言ってるんですよ。だからなんだっけ、高校1年生16歳、まあ16歳になったらそう言っちゃう。高校1年生16歳のココちゃんこと江口ココハです。ちょっと今練習してみた。そう言っちゃうんだよね。やばい、緊張。え、まだ中学生でいたい私は。でも高校生にもなりたいんだ。どうしよう。学年変わったらすぐ16歳だ。そう、4月、私ね、そう4月生まれだから早いの。そうなんですよ、
やっと仕事終わったーってお疲れ様です。とね、皆さん今日、そうだね、今日月曜日じゃない、間違えた、水曜日か、火曜日、わかんない、曜日がわかんない、火曜日だ、そうですよね。お疲れ様です皆さん。まあさん予備頑張れって、ありがとう。まあさん、うん、頑張る。まあさんさんも、まあまあさんもう最近いっぱい喋るようになりました。この前までそう T2 のね公演に出た時から、なんかリトチャームとかも一緒の公演が多くて、なんかいっぱい喋るようになりました、嬉しい。でね、山内優奈さんとも最近喋りました。最近っていうかコンサートの時とか T2 の時とか、めっちゃね、私お顔タイプって、ね、あのツイッターにも書いてたんですけど、本当にタイプで、うん、いっぱい話したいです。気になる、気になるっていうか、あのなんか面白いです。なんかゆうなさんがと私が初めて会った時に、初めて会った時、そう初めて対面した時に、多分ゆうなさんが私の名前のこと知らなくて、多分ここが3人いたからね、全然もうまあ初めだから仕方ないじゃないですか、3人いるから。だから私の名前は知らなくて、ここちゃんみたいな、そう、な誰だろうみたいな、そうなってたんですけど、だから私がわざと、なんて言うんだっけ、なんか私は本当はココハって名前なんですけど、ここココナだよみたいな感じで言ったんですよ、ココナですみたいな。したらそれがゆなさん信じちゃって、はじめらへんはココナちゃんって呼ばれてました。そうちょっとね、でそれできっかけで話すようになりました。でも名前、そうでも最近はココハちゃんって覚えられました。面白かった。マルちゃんとかマリアとかが自己紹介で18歳の時に腕と指でやるの好き。あ、わかります。なんだっけ、あの高校3年生18歳みたいな、8をこうしたいんだけどマイク持ってるからこう、だから私も好き。うん、ちょっと10、あ、待って、今度のもし公演出るときやってみようかな。15歳、あ、15歳できないんだ、中学3年生15歳、ん ?16 歳なのでいけるかな。16歳って言ったら難しいね。でも16歳って手できない。16歳みたいな。できない。どうすればいいんだろう。こうかな。16歳の手ようかな。そうそうそう、来年からそれやってほしい、だって。やってみようかな。ちょっとありがとうございます。今気づいた。6ができない。あ、これもできる。16歳の、まあ何でもいいか。ああだ。何でもいいかって。楽しみ、ありがとうございました。楽しみにしててください。だー。すごい楽しかったですね、3日間。うん、うん、今考えたらとか、いつも考えてるけど、なんか学校とかでも、あー、もう楽しかったなーって思いながら、なんか話したいこといっぱいあるんだけど全然思い出せない。まあいいか、いつか話します。ね、余韻に浸りますよね。わかります。うん、なんかまだ踊っちゃうもん。
もうコンサート終わっちゃったのに。3引く2ならとか。ね、石とかめっちゃかっこよくないですか。もうね、裏のステージ、裏のバックステージのとこで、あの画面とか見てたんですけど、めっちゃかっこよかった。もう私もそれ踊ってみたいです、石。ザワちゃんが踊ってたもん、めっちゃかっこよかった。いつか覚えたい。ね、余韻すごいですよね。写真保存しすぎて容量。私も最近容量なさすぎてスマホが重くなっちゃった。だからね、ちょっと動画とか消さないといけない。やばいです。踊ってもええんやでって。踊ろっかな、どうしよう。うん、まあいいや。めぐっちゃんのダンス見てマジでビビりました。嬉しい。ビビったの？びっくりした。嬉しい、ありがとうございます。めっちゃ緊張しました。もうね、のさ、緊張のさ3日間だったじゃん。だからもう今さ、達成感がすごいよね。解放感っていうか達成感。うん、もうなんか今なら何でも、ね、できるみたいな気持ちになります。すっごい楽しかった。え、皆さんも楽しかったですか？楽しかったなら嬉しい。ほんまに雪コンサートでした。よかった、嬉しい。めちゃめちゃ可愛いのに、踊ると表情が変わるのめちゃくちゃ好きだよ。いやー。そんなとこまで見てるの？嬉しい。嬉しいです。あ、この口ね、いつもしちゃう。なんかね、最近ね、亀子さんのね写真も見てもよくわかると思うんですけど、なんか最近なんか口をぷくっていうしちゃう癖ができてしまって、なんかパフォーマンス中にもしててちょっとびっくりした。本当にね、亀子さんの写真見たら、え、こんな顔してたっけっていう顔がいっぱいあってびっくりしちゃった。え、可愛いのでいっぱいしてください。嬉しい、それは。でもなんか、じゃあちょっとしとこうかな、まだ。え、でもなんか癖になっちゃってるのね、ちょっとダメですよね。ちょっとでもちょっとずつ直してしたいときにぷくってできるようにします。そう、コントロールできないの。うん、なんでだろう、なんかそれしようと思ってないのに勝手に口がしちゃうから。コントロールできるようにしますね。ココちゃんの歌をもっと聞きたい。はい、頑張ります。そうね、私は歌頑張りたい。今頑張りたいこと、あ、またした。あ、なんか画面見てるからわかるけど、いつもしてるんだなって思います。もししてたら言ってね、私に注意してください。はじめまして、はじめまして。聞き側は左右？そうね、どっちかな、こっちかな、どっちがいいですか？あんま変わんない。でも分かんない。ウインクってできるんやっけ？できます。ほら、できた。あくりさんできてなかったですよね。可愛く、でもできてなくても可愛いから、もう可愛いって見ながら見てました。そう、私もウインクね、ウインクでね、結構前にめっちゃ練習してよかったんですよ。あ、よかったじゃん、できるようになりました。なんかこっちなんかさ、した時に口がおかしくなっちゃう。
ヘタピって、え、ヘタピじゃないよ。でもさ、パン、なんか踊ってる時とかにウィンクってしてみたい。ちょっとね、できなかった。ウインクしたって初恋バタフライの時に、初恋バタフライっていう曲の中で歌詞があるんですよ。その時はめっちゃしましたよ、ウインク。でもちょっとヘタッピやったかも。初めて来ました。あ、はじめまして。コンサートのパフォーマンスがとっても良くて気になりました。嬉しい、ありがとうございます。気になってくださるの嬉しいね。本当にありがとうございます。嬉しいな。コンサートで優しい笑顔にやられました。わーわー、優しい。ありがとうございます。あ、ウィンクは3回だよ。危ない、今3回したからね。カメラ来たと思ったらウィンクしましょう。くるみさんの得意技。あ、くるみさんはもうめっちゃウィンクの達人ですよね。わかります。私もね、なんかさ、カメラ来たってわからない。多分さ、ずっとやってたらコツつかむのかもしれないけど、わかんないですよね。だからいつも人ってなんか来た時に、その人いつも人ってやつができたらいいですよね。ん、なんて言うんだろう、難しいけど。まあ頑張ります。はい、ウィンクね。ウィンクは3回。最近ね、 HKT の曲たくさん覚えてる、たくさん覚えてるっていっぱいさ、コンサートとかも、あ、今しちゃった、いっぱい覚えれるようになって、なんかそう、曲がね、家でなんか車とか家でいつも HKT の曲とか流れてるんですけど、なんか大体踊れるようになっててびっくりしたんですよ。お母さんのね、プレイリストが結構そう、なんか私が踊れる曲ばっかりあってびっくりした。え、私こんな覚えれてたんだみたいな、うん、すごく嬉しい。なんかそう、わかりますか。だから皆さんも曲流した時に、あ、これはこの振りだとかなったらいいですよね。そう、でもまだ全然覚えてない曲とかいっぱいあるから覚えたいですね。吸収力がほんとすごい。吸収力、吸引力か、吸収力、ありがとうございます。吸収力がすごいからだと、吸収力すごいのかな。嬉しい、それは頑張る、うん、10年以上見てるから全然踊れんぞ。なんか簡単なやつちょっと教えたいな、みんな。え、なんか覚えたい曲とかある？覚えたい曲とか簡単なさあるかな。ウィンクは3回とかね、簡単だよ。で、左手がマイクです。そう、右はな、まあ右もあるけど左手。あ、吸引力はダイソンで。間違えた、吸引力じゃないね。え、なんかウィンクの3回はこう手を横にここら辺で、ウィンクは3回ってするんですよ。でんてんてててててててです。それをまあ、なんかそう、なんかありますか。どうしよう、メロンジュースとか。でもメロンジュースはね、こう頭をめっちゃね、こうやって振るんですよ。で、そう、楽しい。でもメロンジュースめっちゃ楽しい。
桜みんなで食べた、これ、ね、桜もなんです。そうなんかさ、振りをさ教えてもらうときに、あこれ桜もなんだとか、これメロンジュースなんだとか、めっちゃなんか意味がある歌詞で、すごくなんかえこれすごいって、メロンジュースのね私感動した振りがあるんですけど、だっけ、てってんてれてててててれてて、初めのイントロ、てんてれてん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 てしたら、てててててててあるのはこれ目なんですよ。目、顔も入れて目、てて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 、て声がロ、見えるかな、てててててててロで、うーん、ここでうんうんを作ってるんです。メロンって文字になってるの、めっちゃ感動したんですよすごくないですか。知ってるかな皆さん、知ってる方もいるかも。あそう、あカタカナの目の字めっちゃ、あ知らなかった。そう私もそう、こんなめっちゃ意味が、めめ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 めロロロロロロ、うーん、これで多分うんうんかな、こうカタカナのね、びっくりした、すごい感動した。あ聞いたことあるあでも知らんかった方もいっぱいいる。そう私もね、そう振り教えてもらった時に先生からそう言われて、やばいと思って、そうなんかね、いろんなものあるんですよ振り振りって大抵前からのだ、ん前からだけど覚える時に分かんないかな。そうね、振り振りね結構昔のねやつとか多くて、でも意外と見れる。なんか画質がねあんまり荒い時もあるけど、でもなんか昔の映像ってめっちゃお宝じゃないですか、なんか貴重だからありがたく、あへえなんとかさんだとか、うんミルさんだとか見ながらやってた。めっちゃ幼くてすごい、逆に昔のやつがあすごいなって言いながら見てましたね。あと桜みんなの食べたもん、これさくらんぼ、さくらみんなで食べたまがいので、最後こうやってするんですけど食べたみたいなってめっちゃ好きそう大先輩が映ってると感動するよね。そうめっちゃ感動する、嬉しい見えるのね、そうメンバーの特権だと思いますん、渋井ちゃんの女子力自己採点が99999999点であることに一言、んどういうこと、渋井ちゃんの女子力、でも渋井ちゃん意外と女子力高いと思う、高いと思うえ高いかな、高いかな、え高いのかな、高いと思うよわかんない、そんな高いのかな、ええ自分で言ってるのかな、面白いポジションってどうやって覚えるの、ポジション、うん、どうやって覚えてるんだ、なんか流れかな、なんかもし5から1やったら、あ1から5とかやったら15とか感じ、でも5から2とかやったら難しいよね、52歳とか、なんか番号で覚えてて、なんか流れを作るんですよね、迷路みたいな、例えば1行った後に2でその後1戻るとかやったら分かりやすいじゃないですか、121とか、なんかねコツつかんだらいけますそうでも難しい、私もなんか覚えるのがね、覚えたらさめっちゃもう踊りまくればいいからさ、まずは振りを覚えないと立ち位置を覚えれないから、振りを覚えてそれに立ち位置つけなきゃって、難しい、うんでも頑張るしかないんだ
ちゃんのティーチャーティーチャーのイントロの振りのやつ好きすぎて毎日見てるありがとうございます。私ねティーチャーティーチャーすごく好きなんですよ。あのね好きすぎてねあれサビの振りまで覚えてしまったなんだっけ、ティーチャーティーチャーなぜいいえどうして、ティーチャーティーチャーなぜ覚えるのかしら、ティーチャーティーチャーなぜ、なんかねそうなんです、めっちゃ好きなんですよ。もうねミュージックビデオめっちゃ見て、もうなんか全部好き、かっこいい先輩方がなんかずっと永遠に見れる。あと曲もさ可愛くて好きだから、そうお風呂入ってる時とかに聞いてます葵さんのやつより好きなだもんね。いや葵さんのも好きです、どっちも好き、同じくらいそうなので、ね、葵さんの振りはめっちゃ可愛いんです、こういうティーチャーティーチャーだぜ、そうどっちも好き、迷う、うん、めっちゃ好きですそうね、いいですよね。加入当初に比べたら振り覚え早くなってる実感ある？あー確かに少しあると思います。なので合宿の時とか3日で2曲覚えなきゃいけないんですけど、今考えたら、そうカレンちゃんともね話してたんですよ。なんか最近合宿のね時の話をしてるんですね、なんか動画とか見てね。だから今考えたら、3日で2曲って今できるんじゃないみたいな話してて、あの時はめちゃくちゃ成長したなって思ってます。そう合宿のね時のね映像がねあるのめっちゃ面白いなんかみんな幼くて HKT48 っていう、愛しの博多はボスいいぞとか、なんかその時のなんかお宝映像みたいなのがなんか普通その時の動画があって、私なんかグループが3つあるんですよその時で、普通は自分が入ってるグループしか保存してないじゃないですか。でも私みんなのグループの保存してて、それをまだ削除してないからいつでも見れます。そう合宿の時のテストの時のテストさんの時の、うん、映像すっごい懐かしすぎて泣けるフフ合宿の映像まだ見れるのかな、あれギャオさんのでまだ見れたような気がします、多分、うん、ありますよ。なんか私自分のね顔なんか自分の昔のやつ見るのがなんか恥ずかしいっていうか、なんか緊張するなんて言うんだろうね、そう昔はさなんか今と違うじゃん、多分変わったと思うから、あ本当だ、オーディションの時のえぐっちゃんと今雰囲気違うってオーディションの時はねなんかでもなんか勝負って感じだったから、あんまりうんなんか喋ってなかった記憶がある。そう何年かしてみたら面白いかもよ。確かさいつかね流出しちゃうじゃないなんかみんなにちょっと昔の映像ですって流出してみたい。流出ってなんだっけ、見せてみたい、絶対面白いよね可愛い曲とダンス曲どっちが好き？なんかどっちもどっちも好きかも。ダンスはかっこいいの好きだし、可愛いのもさなんか見るのが好きかも。踊る、自分が踊るってなったらちょっとあれちょっと待ってってなるかもしれないけど、本当に可愛いの大好き、もう永遠に見れるよねストイックに集中してたのかな確かにオーディションの時はね多分ね
怖かったかも顔とか。いいってこんな感じ。いいかっこいい曲がめっちゃ似合うイメージがある。え、本当ですか？嬉しい。かっこいい、でもかわいい曲もさ、なんかいろんなレポートリーできたらいいよね。そう、いつかたくさんの曲出たらできたらいいなと思って。かわいいココちゃんのパフォーマンスもやっぱりたくさん見たい、ね、いっぱい頑張ります。かわいいの。あー、また下今やばい。もうずっとしてなかったよね。危ない危ない。なんでしちゃうんだろう。ザ・アイドルもいいね。そうだよね、アイドル。私もなんかくるみさんとかあかりさんとか、まあ、いぶきさんもなんかザ・アイドルっていう感じじゃないですか。本当にアイドルの鏡みたいな。でも私もそういう風になりたいけど、可愛く踊るのが難しいだから今はさ、なんか大きくみたいな感じだからさ、可愛くって難しいよね。ハード天使の尻尾して、尻尾をフリフリしてほしいで、私もしてみたい。パジャドラね、覚えたいです。今回のコンサート出番多かったから衣装替えとか大変だったんじゃない。あー、めっちゃね、急いで着替えました。そう、なんかね、汗でねベタベタになっちゃって、白黒制服の途中で制服でね踊ってる時があったんですけど、それが長袖なんですよ。でめっちゃ踊るんですね。だからめっちゃ汗でへばりついて焦ってました。やばい、脱げないって。だからザワちゃんにね脱がせてもらった本当に脱げなかった、びっくりした。あ、あ、またプク顔ありがとう。やってしまったありがとうって言ってくれるならしてもいいけどよいありがとうございます。ステージ裏はすごいことになってそう。なんかね、あれ多分でも先輩の方がいっぱい着替えるてかいっぱい出るから先輩通してみたいな感じなんですね、裏が。で私も早く着替え終わった時に、まあ中に、ね、着替え場所におるのはちょっと邪魔だから外に出て、まあちょっと見たりねしたり、ちょっと練習したりしてます。そう、めっちゃねバタバタしてる、うん、でもねそのバタバタもなんか緊張感があってさ、すごいいいあ、コンタクトの写真今度出しますね。まだ出してなくて、そう全然写真撮れてなくて、26日はねいっぱい撮ったんですけど、28日多分何枚かしか撮ってない。 B さんの衣装でいっぱい撮ったんですけど、そう5枚ぐらいしか撮ってない記憶、なんか撮った記憶がないんだよねちょっとまだね写真整理できてないのでとしますね。コンサート終わっても踊ったり
踊ってたりしませんか？めっちゃします。なんか余韻で、余韻っていうか、今日もね、学校でっていうか、今日もなんか友達の前でちょっと踊ってしまう。なんかもうなんか踊るのが当たり前みたいになっちゃって、そう、うん、めっちゃね、なんて言うんだろう、なんかもうなんか踊ってしまうの、体が動いちゃって。でもね、最近、今日ね、昨日が体バキバキすぎて、もう足にシップして寝たんですけど、したらめっちゃ治った、びっくりした。でもね、ちょっと筋肉痛がまだね残ってる。でも筋肉痛あるくせに踊ってしまうんですよね無気がしてる。そう、踊りたくなるんだよ、うん、仕方ない。シップ効いたんだ。そう、効きました。なんかで、ちょっと冷たくてひんやりしてた。なんかシップね、私あんま貼ったことなくて、うん、初めてじゃない、3回目ぐらいつけたが治った今日めっちゃ足軽いんですよ、びっくりした。職業病かもねってでも別に病気じゃない、うん、踊ることは楽しいからそう、なんかね、26日終わった後の27のニコ生の時の足が結構やばくて、そう、足が重かった。でも27からじゃあね、27日の夜に湿布貼って寝たんですよ。28はちょっと治ってたの。だから、え、湿布ってすごいって思って、うん、筋肉痛だったらちょっと皆さんも湿布使ってねそう、でもね、最近首が痛い、ちょっとあ、新しいココハちゃんアバターに変えたんだって。え、嬉しい、ココハちゃんアバター、ありがとうございますそのアバターね、なんか可愛くなってるよね、前の。あ、あれ、アバターなんか変わったかな、色すごい。前もね、そう、私のアバターがあるなんてすごい嬉しい、嬉しいな。似てるかな、え、女の人は変わらないのかな、顔。ちょっと私に似てるかもしれない。ちょっと髪の毛短いけどボブにしとこう3日間使いすぎて釜縛りにならなかった、なりません、私ね、なってないです。金縛りね、会ったことないんだ、うん、まだない。まあ、もしかしたらあるかもしれない。仕事の合間にまだ少しだけ見に来たよ。あー、お疲れ様です、ね、まだお仕事、うん、でもそうだね、まだ何時かな今、あ、結構時間経ったかな、お疲れ様です。もう皆さんもお疲れ様です。もうまだね、今日火曜日だね、まだまだ1週間も長いけど、ん、頑張りましょう。ん、前髪三角 Y 字割れちゃった、ここが私ね、前髪がね、決まらなくてね、前ね、そう、ひろなさんを意識して意識してちょっとこの前髪に憧れてたから、うん、この前髪で過ごしてて、もう一生この前髪にしてやるとか思ってたんですけど、なんか癖で戻っちゃって、やっぱこうなっちゃって、で、お前とかになったりで、今日は割れちゃった。え、なんかこの前髪すごい、初めて見る私。えぐっちと読んでいいですか？いいよ、ありがとうございます。えぐっちとか初めてかも呼んでる人少ないかも初めまして、何歳ですか？15歳です。15歳皆さん何歳かな、秘密ですかココちゃんのダンスパフォーマンス好き、嬉しい、ありがとうございます
コンサート見てきたよって方がいっぱいいてくださってるの嬉しいです。待ってね、うん、怪我とかあまりしない方？しないですね。でも前駅の階段でこけた話しましたっけ。めっちゃこけてて恥ずかしかった。でまだね跡が残ってるんですよ。いや全然痛くないのに。そうでもこけた時はもう骨折れたんじゃねって思ったけど意外と折れてなかった。あれ今日水曜日？ごめんなさい、火曜日だとずっと思ってました。確かにサンパレス月曜日だったね。昨日の気分だ。水曜日でした。こうちゃんのショート時代でいつまで遡る？小2とか。でもねショートここら辺だよ。私あんま短くしたことないから。でもねいつかしてみたいねって藤子とねお話ししてたよ、高3の時に。ちょっと髪切りたいよねってやってた。パッツンが可愛くて好き、ありがとう。前髪ねいつか決めれます。ん？みんな何歳って言ってたっけ。気持ちは10代だって。うん、いいよ若い方がいいよ。うん、気持ちだけでもね。私も気持ちだけだったら小学生だから大丈夫大丈夫。15歳ですって。え、同い年なの？やった、同い年は面白い。3倍くらいかなって。 15×3?45。 あ、45歳。3倍っていいね。153倍ってちょうどできるのいいですね。秘密ですって。痛そう。あ、足大丈夫ですよ全然。ありがとうございます。ココハね、ココハに生で会いたいです。そろそろココハ不足。でお話し会もさもう全部終わっちゃったからさ、まだいつかある時はぜひ会いに来てください。私も早く皆さんとお話ししたい。本当にお話し会大好き人間になってしまうかもしれない。もうなんかいつも楽しみで、その楽しみで毎日頑張ってたのに。なくなってね。でも楽しみをね見つけます。で、身長は伸びてないですか？伸びてないです。本当に伸びてなくてびっくりした。この前保健室のね前の身長の測り器で測ったんだけど全然伸びてなくて、もうあれって思いました。うん、もうダメです。ね、どうしましょう。あ、もう充電本当にないかも、ごめんね。じゃあもうすぐ終わりにしようと思います。夜ご飯食べましたか？食べてない、今から食べるね。身長計が壊れてたんだな。確かに壊れてた。うん、まだね壊れてたと思ってよみんなね。うん、 OK。 今日の雑学ありますか？あ、用意してない。なんかあるかな。なんかあるかな。あ、でも目のむくみってここをねグッと押したらなくなるらしいですよ。今日朝ずっとしてた。
絞り出しました。今日の雑学難しいね。なんかないかな。あ、メロンジュースのメロンが一番の雑学だったな。そうですね。こうメメ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 メロロロロロロいいです。覚えて帰ってください。専用ブラブ最高すぎて涙出た。ありがとうございます。なんかもう皆さん泣いてくださってるの嬉しい。ね、これからも頑張ります。12月とかけて一言なんだこれ。恐怖。なんだろう、言葉みたいな感じだよね。一言12月とかけて12月と、あ、抱負、あ、ごめんなさい、抱負でした。ありがとうございます。抱負ね、抱負聞いたことある。抱負、目標、あ、目標とか豆腐あれ抱負ね。抱負は、12月の抱負、目標、あ、でも新しい公演に出る、まだ出てない公演に出る。12月中に頑張ります。じゃあそれではちょっとランキング読ませていただきます。で、抱負もね言ったところで、師走とも言うんですか。どういうこと。12月は師走とも言うのね、初めて知った。頑張ります。12月に、いけるかな、わかんない。12月もしかしたらできないかもしれないけど、12月中にいけるかな。今言っちゃったけど、できないんで、できるかな、頑張ります。まあここで言っちゃったからさ、もうできるように頑張るね。あ、じゃあランキング読ませていただきます。いきます。13位ミッキーズさん、ありがとうございます。12位カズオさん、ありがとうございます。11位ハルキャンさん、ありがとうございます。10位ソウさん、ありがとうございます。9位ヤスノリさん、ありがとうございます。8位つかささん、ありがとうございます。7位エガさん、ありがとうございます。6位マリッチ521さん、ありがとうございます。5位ライドンさん、ありがとうございます。4位アダリーさん、ココハ様の辛抱者ありがとうございます。ありがとうございます。3位ヨシーゼロラクさん、ありがとうございます。で、2位だね、ケイタロウさん、ありがとうございます。そして1位大地さん、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。今日配信できてよかったです。ココちゃんならできる、嬉しい。頑張ります。バイバーイ皆さん。いや、それではおやすみなさい。まあ早いけど。じゃあね皆さん、バイバーイ、またねー。